全熱交換器は、ビル、住宅等の空調換気に使用され、換気によって失われる空調エネルギーの全熱を交換回収する省エネルギー装置である。省エネルギーを目的として住宅などの機密性、断熱性が向上した。その一方、換気不足によるシックハウス症候群の発生対策として、2003年改正の建築基準法により、 常時換気設備の設置が義務付けられた。この換気に対して全熱交換機を使用することで、ビルや住宅の空気室は一区確保と省エネルギー性の両立を図ることができる。2000年7月に日本工業規格千六8628前、熱交換機が制定され、2003年3月の改正で定格風量2000立方メートル H 以上の大型、 全熱交換器の規格が追加された。随一回転型全熱交換器回転型全熱交換器は、随一のように換気側と吸気側をセパレートしたケーシング内で、ハニカムロータが十数 RPM の速度で回転する構造である。構造原理的には、回転型検熱交換器と同じであるが、ハニカムロータに吸湿性を持たせ、 戦熱交換も同時にできるようにしていることが異なる。ハニカムロータに吸湿性を持たせる方法には、多孔質ハニカムに塩化リチウム等の吸湿性の塩を、含振する方法、シリカゲルやゼオライトをコーティングする方法、アルミ箔の表面に、科学的に吸湿性の被膜を形成する方法などがある。新しい技術として、周期移行を防止するため、 イオン交換樹脂を使用したタイプも販売されている。陶器の例で原理を説明すると、呼吸によりに酸化炭素が増え、換気の必要な温かな湿った換気を全熱交換器の排気ゾーンを通過させることによって、換気に含まれる全熱がロータに蓄熱され、換気は冷却源示されて屋外に排気される。一方蓄熱したロータは吸気側に回転し、 吸気ゾーンに取り入れた外気が、ロータ内を換気と対抗する方向に通過すると、外気はロータに蓄えていた前熱を受け取って、暖かく湿った空気となって室内に吸気される。夏季の場合は、換気の必要な冷たい低湿度の換気を同様の作用で前熱交換し、高温高湿度の外気を予冷減示して室内に吸気する。図に静止型前熱交換器静止型には、 図に,に示す直行流型と向かい流型がある。いずれもライナで仕切られ、互いに独立した二つの流路を交互に積み重ねた構造をしている。二つの空気流は混ざり合うことなく流れ、吸排気を隔てる仕切り板を電熱性と透湿性を持つ材料で構成しているので、頸熱交換と栓熱交換を同時かつ連続的に行うことができる。静止型は、 回転型と比べ、ロータのシール構造や駆動装置が必要ないため、構造がシンプルで小型装置に向いている。図3間熱回帰と、全熱交換器湿度の交換が不必要な場合は、間熱交換器を、湿度の交換も必要な場合は、全熱交換器を使用する。一般空調の場合は、湿度交換を必要とするので、全熱交換器を採用する。 全熱交換器は換気によって失われる空調エネルギーから、剣熱と同時に、線熱も交換回収できるため、高い省エネルギー効果を発揮することができる。全熱交換器による排熱回収が、剣熱のみ回収する、剣熱交換器と比較して、高効率である理由を図3で説明する。この図は、剣熱交換器と全熱交換器で熱回収する場合の、 熱回収の状態を湿り空気線図上に示したものである。点熱交換器を使用して熱回収した場合、熱回収は点熱のみに対して有効で、熱回収量はあるとなり、省エネ効果は低い。これに対し全熱交換器を使用して熱回収した場合、熱回収は点熱、栓熱の両方に対して有効なので、熱回収量は R となり、剣熱回収のみに比較してはるかに多くの熱回収ができ、省エネルギー効果が高い。例えば、下記冷房時室内摂取27度、相対湿度52%、及び屋外摂取35度、相対湿度64%の時、全熱のうち剣熱の占有率は約22%であり、熱交換効率80%の熱交換器を使用して回収できる。 全熱は、検熱交換器では18%未満になるが、全熱交換器では80%回収できる。また暖房時には、検熱交換器と比べ、全熱交換器を使用するとか質量は半分以下で、室内湿度を適正に保つことができる。全熱交換器を使用することによって、換気によって廃棄される、エネルギーの50から80%を回収再利用し、 ビル全体の例、暖房負荷を20から30%削減できる。また、全熱交換機の普及を促進することで、国内に酸化炭素総排出量の0.4から1.4%を削減する効果があるとの試算結果もある。ありがとうございます。